関数字、関数字は数を表記するのに使われる漢字である。重心法の数字及び暗いドリキ数法で用いる。前者は漢字文化圏内で相違があるかもしれない。中日新聞、東京新聞など記事中、スポーツ面など一部を除くでアラビア数字でなく関数字を用い続けているメディアもある。関数字には0から9を表す数字、 十のべきを表すくらいの字、それらを合わせた複合字がある。複合字は現在では一般的に使われていない,い。以下に関数字を示す。これらの字は例を除き、甲骨文字の時から使われており、意味に変化がない。ただし四と万は字型が変わっている。中高音の無印は表彰、または日照、X は上彰、H は巨彰を表す。 混同や改ざんを防ぐための特別な関数字については大技を参照すること。と、敏南語、上海語の文、白はそれぞれ文読みと白読みを指す。他の関数字と異なり、例は新しい字であり、等より前には現れない。等の不足点、在位、690年から705年が制定した、側点文字に初めて例が現れるが、これは、 星の代替字であり例の意味はなかった。星の休憩を表した典型的な象形字で、楷書とは言い難い文字であった。側点文字には、このように回書的でない形の字がいくつかある。五感に完成した、九章三述には、引き算の時同符号は引き、異符号は加える。正を、無入りから引いて、ふとし、符を、無入りから引いて、正とするとある。この、 無入理とは例のことであるが、専用の字はなく、表記には空白を用いていた。718年、大使館、天文台帳の駆動室たちが、旧室歴を簡約し、例を点で記す頻度の数字を導入した。しかし賛義を用いていた、中国の天文学者や数学者は受け入れなかった。旧当百945年は3040及び例。 三千四十、空と記し、また、新東初、千六十年は三千二百一及び霊を三千二百一、空と記している。この空は仏教の空と同じくサンスクリット語のシューニャの訳語である。現在も、朝鮮語とベトナム語は空を霊の意味に用いるゴングとコング。また、江戸時代の和参加も霊を空と呼んでいた。南宋の時代。 蔡元佐貞、1135年から1198年は、律領新書の中で、118,098及び104,976を、118,098、114,976と書いている。このは、以前から決字を示すのに使われてきた記号、拒血号である、中国語版、旗九章の数学九章。 1247年では、三義数字で空位及び例に、例を用いている。この、例は、が変化したものであり、アラビア数字の、例並びに、側点文字の、例を尺用したのではない。もっとも、インドの数字の0に触発された可能性もある。一方、例は、説問会時にも出ている古い字で、音符の、例とイフの、雨、雨寒を合わせた、形成字である。 元々は小雨、霊雨を意味し、後に、わずかな量、霊祭、霊余の意味にもなったが、霊の意味はなかった。孫子三景、四世紀頃では、霊があまりの意味で使われている。リアは、側縁海峡、1248年の中で1024を、1024、222万302を、222万302と書き、霊と霊を同一視している。 それぞれ、千トンで二十四、二百二十二万余り三百余りに、の意味である。現在、クライド力数法では主に、例を使う。熟語は必ず、例を用いて、例か、例風などと書く。一、二、三、および、小字の、は、それぞれ一本、二本、三本、四本の指、または棒を示した、指示字である。これらを、十、二十。 三十の甲骨文字と比べると、横か縦かの違いだけである。これから三義の横式と縦式を記したものだとも言われる。もしそうなら三義の歴史は意味まで遡ることになる。古い遺体字に、一、二がある。なお、二を音符、解をイフとする形成字が二であり、それが変化して二になり、さらに簡略化して二になった。 もともと甲骨文字ではが使われた。しかし、三と紛らわしい字であるため、後になって仮釈で四を使うようになった。この四の本義は、口から息が出る様子を表す、小形字であり、金文で初めて使われた。なおこの四は、後に、イフの、口を加えて、という形成字で書かれることになった。五は交差する木で作られた蓋を表す。 小刑事である。語として使うのは過酌である。宿刀を収めた器に蓋をして守ることを表す。小刑事が我であり、語にその音と意味が残っている。六は小さい爆者、天刀を表す。小刑事だと考えられるが、その意味で使われたことはない。六として使うのは過酌である。大技では、六と同音の陸を用いるが、六を重ねた字が、であり。 これに、小座と剣を加えて、形成時の、陸が作られた。七は、小刀で骨を切る様子を表す、小形字である。七として、使うのは可釈である。七に、風の、刀を加えた、説が、元の意味に当てられている。八は二つに分けることを表す、指示字である。八が八四二一と二分できることを示すとされる。二分するという意味の、 八を含む字が、糞や、半である。九は体を曲げた竜を示す。小形字とも、元気を示す字は、か、伸ばした手の状態を示す。小形字とも、小さな木の実を示す。小形字とも言われる。九として、使うのは荷尺である。これらは、甲骨文字では、一、二、三、を縦にしたものである。ただし縦線の下場で互いにつながっている。 甲骨文字では五十から九十を表す場合、五から九の下に縦線を加えて表された。金文では、線の中央に点が加えられるようになった。この点が横に伸び、現在の字型になった。二十の遺体字に、がある。また、三十の遺体字に、性があるが、世の遺体字とも言われる。院内では、平均寿命が三十歳ほどであったため、三十年で、 一世代と考えられたためである。現在では2十、30は一般的でなく一般的にはそれぞれ20、30、40と漢字2文字で書かれる。100は1と白を合わせた形成字である。白は単に音を示す。甲骨文字では200を2と白、300を3と白というように組み合わせる。 千は一と人を合わせた形成字である。人は単に音を示すとも人数の多さを表すとも言われる。甲骨文字では二千を二と人、三千を三と人というように組み合わせる。日本の新字体及び中国の簡体字では一万は万となっている。古くは一万と書き、万は起源的に別の字だったが一万の意味に、 万字を使うことも古くから行われている。日本でも、中国でも大技で一万を表現する場合は、今も、一万と書く。一万はサソリを表す、象形字であり、葛釈で一万の意味に使うようになった。なお、一万のもとに、虫のついた、という字もあるが、この字は、タイと読む別字である。万は、浮草の象形とも、万字の変形とも言うが定説はなく、 これも過酌で一万の意味に使われている。一方、仏教の吉祥の印である万字は、当初は、徳と訳されたが、北義の菩提粒子は、十字教論の中で、万字を一万と訳した。一万徳の意味である。六百九十三年、不則天は万字を一万と読むことを定め、以降、万字は一万と通用するようになった。改ざんを防ぐために、 もっぱら公文書などで使う関数字を大技と呼ぶ。現在の日本では、1、2、3、10を用いる。関数字は主に数字を表すために使われる。関数字による数字を関数字と呼ぶ。この場合、関数字の通りに発音するので、数字より文字とみなすべきである。漢字文化圏の言語の数詞は、基本的に古代の中国語に基づくが、 多少の違いがあるため、表記にも当然違いがある。上位から読むこと、対数は4桁ごとに区切ることは共通である。日本語では、まず数を書い、または小数点から4桁ごとに区切り、各4桁の組に、万、億などの単位をつけて、上位から読む。4桁の組の中では、千、百、十を単位として区切り、上位から読む。 百位または十位が一の時、一を言わず、単に百、十と読む。千位は一を読んでも読まなくても良い。また、桁の数と単位が結びついて、連絡や音便を起こす。例、読みは主に高音だが、例、四、七、九は異なる読み方をする。例は、もともとカ文しか使わないが、残りは、比較的最近の変化である。大月文彦の 交互法別記、1917年には以下の記述がある。当時はまだ、四、七、九は一般的ではなく、五音の、四、七、九が使われていたことがわかる。ただしこれは、東京の場合で、大阪では、江戸時代にすでに、四、七、九になっていたという。蓋は定着せず、株式市況や競馬などで使われるだけである。ただし、 四の後に助数詞がつくときに、よと読むのは、古くから行われた。これは、使との同音を避けたためである。ジョアン・ロドリゲスの、日本大、文典、1604年代三巻、数名詞についての、構成には、以下の記述がある。詳しくは四の字を参照すること。小数や住所、電話番号などで数字を粒読みするとき、2と五は、2、五と二拍で読む。 また、住所や電話番号などを粒読みするときは、例を、丸と読むことが多い。これは、英語の王と同じである。中国語では百位、千位の一を読む。また、五百三は、五百三ではなく、と読む。この、例の挿入は、南宋以来の習慣である。というと、五百三十の省略すなわち五百三十の意味になる。例は、飛んで、の意味なので、 例が続いても一回だけ読む。例えば五千三は、であり、五千三ではない。二の代わりに、普通、話、リアング、上海語、リアン、関東語、レオン、敏南ンン語を用いるのも中国語の特徴である。および、この前では、を使うが、それ以外では一般に、を用いる。単独使用の時や、数字の最後くらいとして、 数助詞などもついていないときは、を使う方言はあるが、普通話では、しか、ほとんど使わない。の前ではどちらでもよい。従って、2000は、2000ではなく、である。なお、春秋戦国時代までの中国語では、各桁の間に、と、お意味する、や、を挿入した。論語では15は、と書かれている。数字をつぶ読みするときは、通常はをに言い換える。 軍隊や航空、鉄道では、さらに特殊な音がある。以下に通常と軍隊の粒読み音を示す。朝鮮語では繊維の一を読まない。また、この前の四桁の組が一であるときも読まない。したがって、一万は単にであるが、十一万はと読む。ベトナム語では、ほとんどの場合、固有語の数詞が用いられる。関数字は、超。 日本語の100万に当たる以上の対数や1の位の、4、10の位が2から9の場合ぐらいでしか使われない。また、1の位の1、5、10に関しては、以下のような変化がある。名数法においては、関数字の万進むをとっておらず、西洋式の千進む法を使っている。例えば、1万は、1万千、10万は、1万千、と読む。 現在は万万多億、万億を蝶と呼ぶ。古くは万までしかくらいがなかったので、十万、百万、千万、までだった。後に億、蝶などが作られたが、その意味するくらいは、一定しなかった。関数字には、数字だけの意味を持たない。例えば、一は、数字を表す一の他に、一つにする、統一、同じ、同一、すべて、一斉等の意味を持つ。 百も数が多いという意味で用いる。関数字は数字を兼ねた漢字であり、学研の現代標準緩和時点の執筆者は、本当は数漢字と呼ぶのがふさわしいと記している。関数字は小数の位があり、先進的であった。重心小数は三義で容易に表せる。しかし、対数の位と比べると、成立したのは遅かった。旗は、 中国統一後、土良項の単位も以下のように統一した。その後、どの分、量の合わせ、項の種のそれぞれ階に以下の単位が加わった。これらは小数に近い考えだが、土良項それぞれで異なる小単位があった。隆起は、九小三術の注釈において、七十五平方寸を開閉し、点六六零二五四寸と求め、これを、 八寸六分六里二秒五骨、五分骨の二と書いている。糸は秒になっている。投稿期に項の量の解に以下の単位が加わった。これにより、整数部に度量項の単位をつけ、小数部は分、収む、項、糸、骨を使うようになり、汎用的な小数になった。五点九二寸は一尺五千九分二里、五点九二千は、 一両五千九分二里であり、0.92を表す、九分二里は共通である。後に、日本ではいくつかの単位は使う字が変わった。おさむはりんに、五を分けに、糸は糸になった。江戸時代、部合の基本単位は一、十を表す割りであった。現代人が一、百を表すパーセントを使うのに近い。この時、点二六寸を三寸二分六輪。 というように3.26割を3割2分6輪と言った。関陽区の5分5分及び9分9輪はそれぞれ0.5つい0.5及び0.99という意味である。1902年に設置された国語調査委員会により学術的に基礎調査された報告書に以下がある。中国では古くから小数が発達したため分数の数字は少なく、 単独の字としては半しかない。古くは以下の語が使われた。一般には分母と分子の間に分のを入れるは四分の三である。現代日本語では分のと書く。現代と異なり、分の直後に単位を置いて、寸を四分寸の三と呼んだ。関数字を重心表記の位取り奇数法で用いることもできる。この場合、 アラビア数字の0から9を単に0から9に変えれば、良い。読み方は、それぞれの言語による。小数点は中黒、を用いる。例えば32.8は数字なら、32.8。だが、クライド力数法なら、32.8である。関数字のクライド力数法は新しい。漢字文化圏では、長らく賛義が使われ、クライド力数法で、 関数字を用いる必要がなかった。元までの漢文に28とあったら16の意味であって28ではない。中国ではアラビア数字による筆算の本案として関数字の暗いドリ数法が現れた。梅文家内の筆算1693年では12303を12303と書いて筆算している。一方、 日本の竹部片広は、絵里綴り術、1684年の中で、三義を用いた大数学において513を513と書いている。この表記が、アラビア数字と三義のどちらに由来するのかは不明である。桁の底が10を超える場合、アラビア数字を用いた方法では、10を A、11を B、12を C というように、 ラテン文字のアルファベットを文字で表記する。一方、数字以外の分野では、A を、こう、B を、おつ、C を、へというように、実感がアルファベットを文字の機能を果たしている。したがって、桁の底が10を超える場合は実感を用い、A を、10、B、イコール11を、こう、C を、おつ、D を、へというように表記する。例えば、 2A4 は24、12新法で412、16新法で676、20新法で1004に、相当、50D は50平、16新法で1293、20新法で2013に、相当、9AB は90高、12新法で118、16新法で154、20新法で192、 相当という表記になる。特に重心法と区別する場合、おつというように、括弧書きで N 心法を明記することになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。